ラーオヤジチャンネル。こんにちは、モデラーオヤジモデオです。本日も一緒に模型作りを楽しんでいきましょう。青島のパガーニゾンダ、引き続き制作していきたいと思います。本日は主に内装の組み立てから始めていきたいと思います。背中の部分にカーボンデカールを貼ったパーツをつけていきますけども、あまりギリギリまで接着剤をつけてしまうと漏れ出てきてしまいますし、まあ裏側だけ貼り付いていれば十分かなと思うので、この裏側だけ接着剤を塗ります。ちなみに室内系のパーツには半つや消しのクリアを拭いておきました。今週は新製品発表のラッシュだったということもありまして、まあ、私もねいろんな動画上げてきました。新製品で欲しいものが出ると皆さん楽しみにしていたとか、欲しいとか買いますとかね、そういったコメント入ると、同じ模型を楽しんでいる一人として自分もなんだかね嬉しい気分になってきますね。このコンソールのところにシフトノブなんかもねつけていきます。カーボンデカールを貼って内側はシルバーにね塗っておきました。最近はねあまりこういったパーキングブレーキのレバーっていうのも見なくなりましたけど、これは所定の位置に差し込んだら裏側から流し込み接着剤をつけてあげるといいかなと思います。気を使ってしっかりとセンターに来てるかどうかですね。背中の部分にこういった収納ボックスつけていきますけども、塗料が溶けて汚くなると良くないので透明なゴム系接着剤を使っていきます。ヘッドレストのところにスピーカーをつけていきますが、ここもゴム系の接着剤で接着していきたいと思います。ペダル類もメッキされたパーツになるのでゴム系の接着剤を使っていくといいかなと思います。ここにパガーニのロゴはつくんですけども、接着剤をつけてこう1、2目に迷ったり落としてしまうと他の部分に接着剤ついてしまうので、一度こういった具合にマスキングテープで仮止めをします。で一度この仮止めしたマスキングテープを外して、そしてこの裏側にゴム系の接着剤を塗ってあげます。そしてこのね仮止めしたテープを頼りに元に戻せばほぼほぼそのね位置に戻ってきますから、接着剤をつけた後にセンターをいろいろ調整するよりはこうやればしっかりとね水平とかセンターが決まると思います。接着剤が固まるまでのね保持するような役割もマスキングテープしてくれますので、こういったやり方してみてはいかがでしょうか。椅子にはこのね艶消しのメッキパーツを一つここにつけていきます。ちょっと細かいパーツが多いんでピンセットはね必要ですね。足元にもパガーニのエッチングパーツが用意されていますので、先ほどと同じようにマスキングテープを使った固定方法で接着するといいと思います。このようにマスキングで仮止めして固定をすると左右のバランス水平とかもね取りやすくなるかなと思います。ではそれぞれのパーツを車体に室内に取り付けていきます。室内とエンジンを隔てるパネルを取り付けていきます。それではダッシュボードを組んでいきます。エアコンのノズルもねすごい凝った形をしています。小さいものにはなりますがカーボンデカールを巻いてクリアをね拭いてあります。差し込んで位置が決まったら裏側から流し込み接着剤をつけてあげるといいかなと思います。ダッシュボード関係のメッキパーツも用意されていますが、エアコンの出口のところにはスミレ塗料をこのね流し込んで拭き取ってあります。それからオーディオ関連のこのパーツに関しても、まあ、こういったサインペンを使って部分的に黒く塗りました。ダッシュボードのセンターにですねメタルのインレッド
ゾンザのロゴが用意されています。視聴者の方に教えていただいたんですけどね、マスキングを貼るのによく使っていたんですが、このメーカーはもともと画材メーカーだそうです。こういったメタルのインレットをねしっかりと密着するにも便利ですということでした。私もね前から使ってはいたんですけど、見慣れないメーカーだなとは思ってたんですけども、もともと画材メーカーっていうのは知らなかったですね。しっかりと貼り付けたら表面の保護フィルムをね剥がします。マスキングテープとかもそうですけど、上に引っ張っちゃうと剥がれちゃうんで、反対側に引っ張るように剥がしていくと剥がれることはないかなと思います。メッキパーツをカットすると断面の色が剥がれてしまいますので、ガンダムマーカーでもシャインシルバーという比較的輝きの強いガンダムマーカーも売られているので、こういったものでちょい塗りしてあげるとね、再塗装しなくてもいいかなと思ってます。持ちにくい、小さいと持ちにくいのでね、接着した後に塗れるものであれば接着してから塗ってもいいと思います。こういった具合にちょっとね持ちにくいものはマスキングテープを巻いてあげると持ちやすくなるかなと思います。メーターパネル、ここはゴム系の接着剤で取り付けていきます。真ん中のエアコンダクトも取り付けていきます。先に接着しておきましたけどもね、エアコンのダクトは左右にもつけます。メーターパネルもダッシュボードに取り付けます。それではハンドルも接着しちゃいます。非常に小さいんですけどもね、ハンドルのこの真ん中の部分にもデカール貼ってあります。実際はですねこのようにドアやダッシュボードを室内に取り付けずに組み立てていきますけどね、雰囲気で乗せてみました。今回はボディカラーが青系ということで、室内の色もねこんな感じにしてみましたが、室内の色の選び方もチョイスが良かったかなと思っています。ではフロントサスペンション周りをちょっと組み立てていこうと思います。ブレーキローターを冷やすためのダクト、これを取り付けます。これは水平ではなく、このね取り付けた時に斜めに少し上に跳ね上がる形になるんですけども、この角度につけます。ですから無理に水平につけようとしないでください。フロントのアップライトを組んでいきます。ブレーキローターの裏側からピンを差し込んでアップライトを取り付けます。ダンパースプリングをサスペンションに取り付けます。リザーバータンクも取り付けます。それぞれのアップライトは先にタイロッドにね接続しとこうが組み立てやすいかなと思います。そして接着剤はつけずにここを上に乗せておきます。ステアリングはねこれで連動して左右動きます。フロントのアップライトの組み立てはちょっとここまでにしておきます。フロントからルーフにかけてのクリアパーツを取り付けていきます。この左右のレールの部分に透明なゴム系接着剤を使って固定していきます。付属のマスキングを使いまして黒く枠をね塗りまして、屋根とリアガラスの部分はスモークを使って塗装してあります。クォーターガラス、この透明なゴム系接着剤は今ちょっとはみ出てますけど、乾燥した後にこうちょっと指でね撫でていくとちょっと消しゴムのカスみたいにね取れてきますので、それで後から取っていきます。無理に乾く前に処置をするよりは乾燥してからやった方がいいと思います。メタルのインレットを取り付けたルームミラー、これをフロントガラスに取り付けていきます。徐々に各部のパーツも出来上がってきました。引き続き青島のパーガーニゾンダ制作していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。
それでは本日もご視聴ありがとうございました。